プロゴルファーとアマチュアゴルファーで一番違うポイント。これは過去にもずっと話している。ハンドファーストでインパクトできているのか、クリップしてインパクトしているのか、コツがわからない方にはやろうと思ってもできない永遠の課題かもしれません。そこで、プロのようなハンドファーストインパクト、違った視点から習得方法をお話していきたいと思います。ジャグル TV 始まるよ。今回のテーマは、脱力してハンドファースト。多くの方が手首を固めて形作ろうとします。これはゆっくり振った時は、なんとなくその形になるかもしれませんが、長いクラブやフルスイングをした時に力を入れて固めてしまうと、肘が痛い、手首が痛い、怪我をする原因になります。そして力を入れて怪我をした割には映像で見ると、やっぱりフリップしている。こういった方は、何か根本的な間違いを犯しています。それでは早速、脱力してハンドファーストで球を打つ。このやり方をお話していきます。まず、クラブを置いていただいて、正面に前習え。で、肘をちょっと曲げます。このまま、体を左右に回します。この時、体の回転に肘の位置を同調させます。しかし、肘から先は、脱力します。すると、こういった感じ。両腕が平行に体の回転に合わせて波打つように動きます。次に、このまま前傾して、肘が先行して手がついてくる。これが滑らかにできるように、まず練習してみてください。この時点で力を入れているのは、その場で回るための太ももとか体幹。そして、上腕は固めています。そして、お辞儀をしてこの動きをするときに、意識していただきたいのは、手のひらが、前向いたり後ろ向いたり、こういった海外海内の動きを同時に行います。そして、今回のポイントは、体が開いてきて、正面からだいたい30度ぐらい、肩が開いた位置で、左の肘をお腹の前に戻します。この動きから、ここから、肘を戻す。同時に右腕を伸ばす。まずクラブを持たない状態で、なんとなくこの動きを真似してみてください。素手でこの感じが分かってくると、脱力をしてハンドファーストで球を打つという感覚、必ず分かってきます。では細かく説明します。まず左腕だけでいくと、ダウンスイングで左脇は開きます。左肘が空を向く。そして、空いた脇が急に閉まる感じで戻る。ダウンでは空いていて、体が左を向いてきて、30度ぐらい開いたタイミングで、若干閉まる。この時、自分の方に引きつけるかどうかは別にして、右肩方向にしっかり寄せます。右腕は逆に、肘がしっかり入ってきて、体が開いたタイミングで肘が浮きます。左肘は浮く、右肘は締まる。体が開いたタイミングで左肘は下がり、右肘が上がる。開いたタイミングで締めます。開いたタイミングで締める。まずこれをクラブ持たないでやってみてください。そしてなんとなくで大丈夫です。球を打っていきます。これはショートアイアンです。8番アイアンですが、脱力して、同じように、ダウンでは、右手のひらが前を向いて、左肘が浮く。右肘が締まって、左が浮く。そして体が開いてきた、このタイミング。この位置、腰が45度、肩が30度余り、開いた位置で、突然浮いている左肘が
自分に戻ってきます。その瞬間、右肘を伸ばします。ダウンでは右肘が締まって自分に近づき、左肘が浮いて、こういう関係。これが突然入れ替わる。高さも入れ替わりますし、場所もこう力が入る。あとは、体が開く前に、正面でこれを行うと、基本的には引っかかります。なので、体がしっかり開くまで待つ。このまま、このあたりで使いたくなりますが、ここまで待つ。ここから一気に、両肘を、しなやかに使います。これは、手のひらには力をほとんど入れてません。使っているのは、最初の素振りでお話したように、足とか体幹、そして肘の位置、これだけ操作しています。このお話だけ聞くと若干難しく複雑に感じるかもしれませんが、物理的に動きとしてはとてもシンプルで理にかなっているので、そんなに複雑なものではありません。これはフルスイングになっても同じです。脱力して体が開くのを待ち、肘を自分側に引きつける。驚くほど力を使わないで、そしてハンドファーストに手首を固めてやっていた方は、うまく打ててくる感覚、必ずあると思います。プロとアマチュアの最も違うポイント、インパクトでハンドファーストになっているのか、フリップしているのか、いろいろなやり方があります。その人それぞれがこれまでやってきた練習のやり方、過去のスポーツ経験、イメージ、もしくは何かを習った、様々な原因でうまくできていないと思います。何が原因でうまくいってないのか、これは自分で発見するのはなかなか困難なことだと思いますが、チャゴ TV では、ハンドファースト一つとっても、いろいろなやり方をお伝えしています。一つの正しい動きをするために、何を行えばいいのか、これはみんな違うので、こういった動画から試しにやっていただいて、もしかすると、今回のやり方がぴったり合ってるかもしれませんし、過去のハンドファースト動画いろいろやっていただくと、その人に合ったものがあるのかもしれません。スイングは物理的にこう当たったらいいというものがあったとしても、どういう意識でどういう練習を行えばいいのか、これは全員違うので、一つの問題点に対していろいろなやり方がある。その一つの方法として今回の脱力してハンドファーストで打つという練習も試しにやってみてください。何かいい発見になって、ベストスコア、更新につながってくることを望んでいます。そしてチャゴル TV は日本時間の毎週金曜日夜8時に更新しています。よければチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。